皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。アジア競技大会もノックアウトステージに入って、いよいよここからが本番という感じだけど、 U22 日本代表のベスト16はミャンマー。まあ実力を反映した結果になったと言っていいんじゃないかな。前半で5点は圧巻でしたね。結果として7対0という勝利は見事です。点差はもちろんだけど、グループステージとはメンバーを変えてターンオーバーを敷いたことで選手たちもフレッシュに。ミャンマーという決して強いとは言えない国が相手とはいえ、何が起こるかわからないのもサッカー。怪我などそういった部分も目立って起きていないし、万全の形でベスト8に進んだことは素直に喜びたいね。しかし次の相手が本当に不気味です。ベスト8も全ての対戦カードが決まった、中国と韓国、ウズベキスタンとサウジという向こうのブロックに対して、日本がいるブロックはイランと香港、そして日本と北朝鮮だね。少し気の早い話ですが、ベスト4にはおそらくイランが上がってくるとして、次の対戦相手の北朝鮮はとにかく情報が少ないのが不気味ですよね。大岩監督もミャンマーを破った後に、北朝鮮は非常にタフでスピードがあって、全員が勤勉でいいチームだと分析しています。攻略するための準備をしていきます。とこのアジア競技大会での戦いぶりを見て気を引き締めていたし、今回のメンバーで数少ない海外組であるフォワードの佐藤は、北朝鮮は簡単にはいかない相手だと思う。チーム全員で勝ちたいと思います。と強敵だと認めていた。グループでもキルギス、インドネシア、台湾という比較的楽な組み合わせとはいえ、4得点で失点は0。ベスト16のバーレーンにも2対0と無失点で勝利を収めている。ちなみにここまで無失点なのはイランと北朝鮮だけ。国際舞台の実績では優位に立っているのは日本だけど、決して侮ることができない相手だよね。それに対外的な感情も含めて北朝鮮の選手たちは日本に特別な意識がある選手もいるでしょうしね。 A 代表の対戦成績で見ると、実はほぼ互角。2010年以降で言うと4戦戦い2勝2敗と全くの五分。特に2014年のワールドカップ予選では3次予選で同組になり、アウェイで敗れている。真剣勝負の場であっても、負けているっていうのはやっぱり侮れない相手ですよね。あとは情報の少なさだよね。コロナウイルスの影響で北朝鮮は海外からの人の往来をストップ。カタールワールドカップの予選ですら、最終予選進出の可能性も残しながらも2次予選を辞退する形を選んだ。この予選は来年行われるアジアカップの予選も兼ねていたので、そちらにも出ることができなくなり、さらに翌年に行われた東京五輪へも出場を辞退。このアジア競技大会が復帰の場所になったわけだね。まずこの北朝鮮という国が今回どういう感じで勝ち上がってきたかを知るのがまず一番だと思うけど、このワールドカップ予選の辞退や東京五輪の辞退など時期でもサッカーについてはこれまで通り、国内リーグは通常通りに行われている情報は入ってきており、平壌国際サッカー学校での選手育成はもちろんのこと、アジアサッカー連盟が主催する講習会なども国内で行われるなど、変わらず活動は行われてたみたい。なかなかサッカーには熱心なんですね。北朝鮮の中ではサッカーは特に人気があるスポーツとされているからね。そして満を持して復活した今回の杭州アジア競技大会。ここまでスタメンは完全に固定。4試合を戦ってきたものの、不動のメンバー。この戦い方について韓国のメディアは北朝鮮に対して、北朝鮮はグループステージ3試合とベスト16で、先発メンバーを一度も変更しなかった。文字通りコピペだ。北朝鮮の監督は彼らに絶対的な信頼を寄せている。そして、交代カードもほとんど変わらない。と指摘。さらに続けて、北朝鮮の選手たちの体力はすごかった。攻撃の場面で積極的な動きと活動量で守備を攻略した。細かさはやや落ちるも、一瞬にしてサイドを崩す攻撃は、強い体力が支えなければ不可能な姿だった。と警戒心を強めていた。日本とのベスト8との試合においても、北朝鮮は3日間の休息、十分な回復時間を確保したため、準々決勝でも同じラインナップが登場すると思われる。とここまでと変わらないメンバーが出てくると予想。他に選手がいないのか、それとも隠し玉がいるのか。国際舞台での試合自体が久しぶりなだけに、日本としても不気味だね。でも同じメンバーでトーナメントを勝ち進むことは難しいように感じます。3日の回復期間があると言っても、日本はターンオーバーを敷いてるわけで。北朝鮮は27日にベスト16が、日本は28日に行われたわけだから、感覚的には日本が1日短いけど、この北朝鮮戦で先発が予想されるメンバー25日からリフレッシュできている。体力面においては日本が有利だし、言うようにトーナメントを同じメンバーで勝ち進み続けるのはやや無理がある。ただ相手は北朝鮮だからね。
この程度はハンデにならないのかもしれない。過去の A 代表を例に挙げてみると、日本、ドイツでも活躍し、サッカーファンにはおなじみのチョンテセは北朝鮮の代表の環境について、当時の話で、どれだけ過酷だったかという話として受け取ってほしい。と前置きした上で、例えばスタジアムに行くときは、常に大きなバッグはパンパンでそれをすべて自分で持ち歩きます。練習は試合できるユニフォーム、2から3着あるのですが、すべてサイズが違っていて、洗いすぎて背番号が剥げてたりするのもあったりして、洗うのも自分がやるんです。だから当時はカッコ悪いなって思っていましたよね。ハーフタイムや試合後の栄養補給も十分ではなかったりします。医療系の道具もそうですよね。足りないことを挙げればキリがない。と当時を振り返る、多分これは今でも変わらないか、もっとひどくなっているんじゃないかな。そうやって考えたら大学生主体とはいえ、同年代の北朝鮮に負ける要素はあまり感じないんですけどね。情報が少なくて不気味に感じるのはある程度しょうがないと割り切って、自分たちのサッカーをするのが一番かもね。今回のミャンマー戦を勝利した後、大岩監督は、攻撃でも守備でも狙い通りのパフォーマンスを出してくれたので、非常に競争力のあるチームになったのではないかと思っています。と胸を張っていたし、アジア競技大会には経験を積みに行くわけではなく、あくまで勝ちに行きます。という言葉を信じるなら相手が難敵でも負けるわけにはいかない。実際今回の U22 日本代表には高い評価が集まっている。ミャンマー戦の結果を受けて、今大会の優勝候補筆頭である韓国のメディアは、ベスト16で日本の攻撃力が火を吹いた。決勝は日韓戦になるだろう。と決勝での対戦相手は日本になると予想している。北朝鮮、イランは難しい相手だけど、決して勝てない相手じゃない。むしろ問題はそれ以外のところかも。というと、アジアでたびたび問題になるのが審判のレベル。取ってもらえるプレーを取ってもらえなかったり、不可解な判定でファールを取られて決定機を作られたり、そういったワンプレーで試合の流れが変わることはよくありますもんね。さらにこの大会では VAR が採用されていない。日本では J1 でのみ採用されていて、大学サッカーや J2、J3 では採用されていないことから VAR に慣れている選手はそんなに多くはないだろうけど、審判のレベルと合わせて、少し理不尽な判定が下る可能性は例ではない。そして少し心配されるのがスタジアムの雰囲気。北朝鮮といえば美女軍団など応援も独特だし、今大会でも登場。北朝鮮で試合を行うわけじゃないから完全にアウェイというわけじゃないし、原発の処理水の問題などで対日感情が悪化していたと思われてたけど、現状は過去のアジアカップほどの雰囲気はない。結構、和やかにサッカーを楽しんでる感じはありますよね。ただ舞台も ACL で、相手も中国のクラブと今回とは事情がかなり異なるけど、浦和と武漢との試合では武漢サポーターがスタジアム周辺で日本の国旗を燃やした上で投げ捨てる動画が拡散。浦和サポーターに向けてバカ、コールを浴びせるなど一触即発の空気もあった。北朝鮮といえば中国とは親密な間柄ですし、日本にとってアウェイのような雰囲気ができそうですね。そういった部分も含めて国際大会、若き U22 日本代表にとっては貴重な経験として味わってきてほしいね。一試合でも多く大会を勝ち進んで今後の血肉にしてほしいです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。